ちは、タニタの企画担当の田枝です。今回は、タニタから発売しているこのキッチンツールのご紹介をさせていただきます。こちらのレンジ対応の保存容器なんですけれども、この商品は3つのポイントがあります。まず1つ目のポイントなんですが、こちら見ていただくと分かる通り2種類の商品が入っていまして、1つはですね、140g のご飯の量が入る保存容器になっています。でもう1つ、こちらの赤い蓋なんですけれども、これが、少し少ないタニタ食堂推奨の 100g のご飯が入る保存容器となっています。ですので、ダイエットですとか健康管理をされたい方はこちらの、赤い蓋の目印のこの 100g の保存容器を使っていただくのが非常におすすめです。ご飯をよそう時の目安なんですが、こちらの保存容器の内側のこの線ですね、ここを目安に入れていただくと、ちょうど、140g、100g のご飯の量が入ります。もう一つのポイントなんですが、少ない方がこう赤い蓋の 100g で、量が、多い方が、茶色の蓋といった感じで色で見分けがつくようになっているので、冷蔵庫の中に入れている時も違いは分かりやすくなっています。であとはこういった形で重ねて使うこともできますので、冷蔵庫の中でも非常に収納に便利な商品です。3つ目のポイントとしては、これは蓋をしたままレンジで温めることができるというのがありまして、一般的な保存容器ですと、こう蓋を一度取っていただいてその状態でこう温めていただくと思うんですが、特に凍った場合ですね、冷凍ご飯を温めるときなんかこう蓋までこう一緒に凍ってしまって、非常に女性の力でもなかなか開きづらかったりするんですが、この商品はこう蓋をしたまま入れられるので非常に、手間が省けて便利なんですが、その仕組みとしてはですね、ここにくぼみがありまして、このくぼみからこう湯気が逃げるような仕組みになっているので、蓋をしたまま温めることができるといった商品です。こちらの保存容器が気になった方はぜひオンラインショップでご確認ください。これからもタニタは健康に関する様々な情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。